こんにちは、チョメです。第34話対決ブラック GG 社っていうのをやっていきます。今この向かい風タウンっていうところにやってきております。前回の続きです。ここでちょっとお魚をね釣りました。この先です。さあどんな感じのところなんだろう。このお魚のクッションみたいなの可愛いですよね。人が全然いない。これコピー機か？プリンターだ。これなんか水とか飲むやつですよね。本とか読んでいいですかね。漫画がいっぱい並んでる。こっちも漫画か。こっちも漫画ですか？漫画ばっかり置いてありますね。これはなんかどこかで見たことあるぞ。金ピカのオブジェ。テンションが上がる。黄金の大根像だ。寝てる寝袋で。GG 社員が気持ち弱さそうに寝ている。そっとしておこう。ポスター。あ、鍵屋と何もないのポスターだ。これはグローバルギア様のゲームが。この辺は調べられないですね。これは点上げでしょうね。こっちは寝袋。寝袋だ。会社で寝ることで家に帰る時間を節約。GG サイダー1本360円。あ、飲んでみたいな。カプセルもありますよ。ん？なんだこれ？ラインナップ。欲しいですね、これ。提供割合は？結構ウルトラレア出ますよ、これ。へえ、これめちゃめちゃいいじゃないですか。ちょっとメインストーリーやらないといけないんだけど、私。これちょっと引いておきたいですね、ちょっと。引いておくか。10回回してみよう。はい。すごい揺れてる。あ、こんな感じですね。ちょっと部屋に飾ろう。もうちょっと回してみますか？はい。いいですね。グローバルギア様の、この過去のゲームのポスターっていうのもあるので最高です。今どんな感じだろう。提供割合。これで入手済みとか見れるんですよね。あともう一個ウルトラレアがあるんですよね。これちょっと、引くまでやってみるか。ガチャ実況になってる。OK、引けました、左上。またちょっとおいおいやって。先に進もう。今回はストーリーなんで。ああ、かわいい。あ、これは後ろからやるやつか。ああ、ちょっと始まっちゃった。後ろから前に向こうと思ったんですけど。ふいー、この階段を上がれば、最上階や。さっきの変な釣り竿といい、暴れるお魚さんといい。このブラック GG 社っていうのは、一体どんな会社なんやろうね。ここから上に行けば、きっと、さっきみたいな社員が、たくさん、待ち構えとるで。チョメハン、準備はええやろか。頑張る。ん？その息や。よーし、ほな、気合い入れていくで。行くのか。もうちょっと見たかったんですけど、下。あ、みんな倒れてるんだけど、社員が。ほえー。社員あっての会社なんだけどね。わ、なんか、最上階だけめっちゃ広い。どういうこと？みんな倒れとる。ここで一体何があったん？よくわからんけど、とりあえずいろいろ調べてみる？ちょっとまずは下行きたい。ここのパネルですね。こんな感じです。海底ハントのゲームめちゃめちゃ面白かったですよ。この二つも私実況してますからね、このスノーのやつも。あ、ここにもカプセルマシンがあります。あ、先ほどと同じやつか、ここは。まだちょっと入手してないのもいっぱいありますけど、これはちょっと全部欲しいですね、ここのは。じゃちょっと話しかけていっか。めっちゃ机と、ね、テーブル、パソコンかなこれ、多いですよね。みんなと、なんかすごい声出ちゃったけど、あ、ここクエストか。なんかチーフとかマネージャーとか、なんか代表者みたいな感じかな。まあ一応ね、みんなに話しかけていきますよ。このうーは言わなくていいかな。冷蔵庫。ジャスミン茶が大量にある。でも会社にこうやって冷蔵庫とか置いてあるのっていいですよね、すごく。これは？魔法学園のやつも右上ありますよね。もう全部ある、いろいろ。これはなんだ、ロングボーイか。ちょっとよく見えないけど、あ、サイコボーイかな？デザイン的に。ね、何にもないで。これが、あの、最近リリースっていうか、数ヶ月前にリリースされた、記憶を失った子みたいなやつだったかな。で、ブラインドとかがある。あ、こっちにお魚さんの衣装とか。こっち冷蔵庫か。ブラックコーヒーの缶がぎっちりと
敷き詰められてる。じゃあ下行って、ちょっと左行ってみようかな。なんかメモも落ちてる。私のお腹もちょっと鳴っちゃった。ちょっと入ってたらすいませんね。この先に進むのは用事終わらせてからにしよう。なるほど。じゃあちょっとクエスト進むか。はい、話しかける。バリボリバリボリ。あ、こんにちは。 GG 社員 Y だって。え？ T さんの居場所？あと社内がなんでこうなってるのかって？あー、これはですね、かれこれ数分前。皆さんお疲れ様です。あ、数分前はちゃんとなってたんだ。先ほど取引先から渦風タウンの名物の高級なお菓子をお土産にいただきました。恨まれてるからなんか混ぜられたんじゃないの、いろんな毒みたいなの。あれ、全部で8個入り。社員全員分はないみたいですね。というわけで早い者勝ちです。休憩スペースに置いておきますね。 T はお菓子を2個取って逃亡した。残るお菓子は6個。社員20名全員がその呼びかけに目を光らせた。なるほど。ってことがあって、なんかお菓子の奪い合いみたいなことが起こったっぽくて、私が出社した時にはこうなってました。なんか詳しく教えてくれるんですね。私部外者なんですけど。あ、ちなみにお菓子は余ってたので全部私がいただきました。ほえ、ということは友だ俺。ほえー、なんつー落ちや、しょうもな。はあ、まあええか。ともかく戦わずに済んでラッキーやったな、チョメハン。っていうか、あなたたち見かけない顔ですよね。まさか侵入者？今気づいたのか。陸、私が黒い服着てたから、仲間と思ったのかな。ピクちゃんピンクだけどね。そうなれば一応私もここの社員なので見逃すわけには。あ、あかん。捕まる。休憩かな。あ、定時来た。花金だし、早く実家に帰らなきゃ。花の金曜日ってことかな。んじゃあお疲れ様です。ほえー、だいたい今のでこの人の年齢がわかりますよね。あ、T さんですけど、多分奥の部屋にいますよ。それじゃ。教えてくれた T さんの居場所もめっちゃあっさり教えてくれるやん。うぃー。なんか知らんけど大きにな、実家の人。行こっか、チョメハン。クエストはまだまだ続きますよ。社員 T は奥の部屋にいるらしい。行ってみよう。じゃあさっき入れなかったところです。なんだこれは。いろいろ周りから調べておきたいですね。釣り竿がたくさん並んでいる。なんだかどれも不気味だ。なんか新種の魚とか研究してるんですかね。なんかこれ配合するんじゃないですか。魚と魚を掛け合わせて何かを作る実験みたいな感じですか。怪しげな装置だ。どこかで見たことがあるような。これ洋館で見たような気がしますね。ちょっと話しかけてみるか。ボスだ。ボスというか T さんか。バリボリバリボリ。君たちよくここまでたどり着いたな。少し君たちを侮っていたようだ。いや、俺らは特に何もしとらんけど。っていうか、さっきの話の続きや。リゾート開発したならちゃんと約束守りや。しかもお菓子2個もらっとるし、人としてそういうこといろいろあかんと思うで。あー、まったくしつこいですね。先ほども言いましたが、そもそも我々にそんな義務は。電話です。おや、ちょっと失礼。はい、もしもし。
T さん大変っす。なんだそんな慌てて。今私は取り込み中なんですがね。いいから早く早く来てください。沖縄のリゾートが、うわー、取り壊されちゃったのかな、住民たちによって。てん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 、はあ、まったく何が起きたってんだ。社長は今日も出社しないし。はあ、まあいい、どのみちリゾートの様子は見に行く予定だったんだ。それでは釣り人さんたちに、ちょっと僕は休養ができましたので。では。社長ってどんな人なんですかね。あ、待ってや、どうします、ここで不合事とかいきなり出てきて、実は社長ですとか、なんかそういうオチもあるかもしれませんよ。私の予想ですけど。あ、ほとんどないか。ほえー、また逃してもうた。さっきちょい聞こえたんやけど、リゾードがどうとか。何かあったのかもしれん。沖縄に行ってみよう。いや、今回のメインクエストもすごく楽しかったですね。第34話、対決、やっていきました。次回この第35話、新沖縄リゾートっていうのをやってみようと思います。ちょっと部屋飾ってみますか。先ほど入手したやつ。まあ、少しみたいな感じですけど。今私、ハロウィン仕様になってるんですよね、このような感じで。まあ、また別でこれ見せると思いますけどね。久しぶりなんですよね。お部屋の、お家の模様替えか。これはなんか新しいのゲットできましたかね。ここはなかったみたいな感じかな。あ、ちょっと長くなっちゃうな、これ。ここはありましたよ。GG 撮影パネル A とか。おー、いいですね、これ。で、置物とかも。これ下とかにあるのかな。あ、カプセルがある。いいですね。全部、ちょっと一個一個やってみますか。次、このカプセル。これ全部違いますよね。カプセルマシン C とか。これ最高だ。なんか全部置きたかったけど。で、ちょい影も置けた。で、後ろは景色。これはないのか。まだ手に入れてないのかもしれない。あ、持ち猫のポスターがある。何もないのポスター。記憶をなくしたこのポスターですね、これは。で、鍵屋のやつ。私はこの記憶をなくしたこのやつと何もないの実況をしてます。持ち猫もね、確か実況してる。全部実況してますわ、これ。神回避のポスターもある。犯人は僕です。これまだ実況してないんですよ。いずれちょっとやろうと思ってるんですけど、これ結構前のやつだと思う。回転ハント結構最近やったから、これやっておきますか。全部こんな感じになるんだ。これ一枚一枚ちょっと壁紙も貼りたいですよね。欲を言うと。これはトロフィーとかは。あ、ないか。とりあえず。水槽はなかったですよね。ちょっと一応変えとくか、これ。他のやつに。この辺もちょっと変えとこうかな。あ、でも結構森の中のテーブルっていいんですよね。ちびかぐ。貝殻とか、これにしとくか。じゃあ、床は？ハロウィンになってるな。もうそろそろあれですよね。クリスマスですよね。はい。今日手に入れたやつです。いいですね、これ。では、ご視聴ありがとうございました。実況者は、チョメでした。これもなんか、ちょっと見えますよね。あ、これ、天揚げじゃないです。エビフライみたいなのが乗ってる。これあれだ。中華のやつだ。これは寿司のやつですよね。